はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、Twitter で学ぶ日本語に参加している皆さん、南インドの日本語教師の皆さんに、スペース、Twitter のスペースということについて、お話をしたいと思います。はい、Twitter のスペースっていうのは、Twitter の音声配信です。声だけで、発信するんですね。で、これは声だけなので、はい、マイクを使いますが、カメラは使いません。それからもう一つの、特徴はライブなんですね。ライブ。ライブっていうのは、録音はできないんです。その同じ時間に聞いている人だけが、この、Twitter のスペースを聞くことができます。で、それからですね、話すのに、必要な条件があります。これは、まあ、今、2021年の7月ですけど、2021年の7月の段階では、スマートフォンですね、モバイルのツイッターアプリが必要です。でも聞くだけだったら、まあもちろんモバイルのアプリがあってもいいし、でもなくてもパソコンのブラウザ、Chrome とか、そういうものですね。それでも、聞くだけならできます。でも話すときはこのパソコンのブラウザではできません。必ずモバイルのツイッターアプリが必要です。で、ゲストスピーカーですね。ゲストスピーカーを呼ぶことができます。で、ゲストスピーカーは、10人まで呼ぶことができるんですね。1人ホストでしょ？ 1 人ホストと、プラス10人のゲストスピーカーを呼ぶことができます。ただ、ゲストスピーカーは、入った後でその人をスピーカーにすることができるので、同時に話せるのが11人まで。だけなんですね。ですから、例えばもう順番にね、100人とか200人が順番に話していくようなこともできます。それから聞く人は何人聞いてもいいです。1000人でも、1万人でも多分いいはずですね。それから、これを友達を作るのに必要な、重要なこととしては、予約をすることもできますね。これさっきも言いましたけど、この Twitter のスペースは、その時、同じ時に、そこにいて聞いてないと、聞くことができないんです。録音ができませんからね。なので、始める前に、明日何時から、まあ、例えば明日9時から、スペースやりますよとか、そういうふうに知らせておくことが必要なんですね。そのために予約をする機能があります。ただ、これは、今のところ予約は1つしかできません。で、次の、予約したスペースが終わったら、また次の新しい予約をすることができます。はい。その他ですね、まだいろいろ、知りたい人がいたら、こちらにですね、これですね、https://help.twitter.com。まあ、これ英語の場合はこれ、ここですね。に、あの、日本語の場合は JA になりますけど、using twitter/spaces。はい。というところで、Twitter の会社の公式ヘルプを、見ることができます。はい。ということで、来週はツイッタースペースなんですね。で、ちょっとここにも、見て、もう書いてしまっているんですが、ちょっとこれだと出ないですね。ちょっと待ってね。はい。これを、インコーニドで、あ、これで映ってるかな？もしかしたら今映ってないかもしれませんが、ですね。これ、実は、私がですね、前に言ったと思いますけど、このバーフバリの、モディ首相の、スピーチについて話をしたら、それがですね、とてもたくさんの人が、1900人の人が、RT、リツイートしてるんですね。で、それに、つけて宣伝をしているので、多分ですね、ただインドが好きな人だけではなくて、日本ではインドの映画が好きな人、バーフバリが好きな人がたくさん聞きに来るかもしれません。ですので、ですね、皆さんには、好きな映画を喋ってほしいと思っています。まあ、私が聞くだけで、そんなに、まあ、時間もそんなたくさんありませんから、一人、そうですね、まあ、30秒とか1分とか、そのぐらいだと思います。で、その時に、まあ、映画について話してもらいたいので、こういう言葉はちょっと覚えておいた方がいいと思いますね。主演とか、監督、俳優、賞、例えば、アカデミー賞とか、フィルムフェア賞とか、そういう賞ですね。はい。
それからジャンルの名前としてアクション、ホラー、コメディ、恋愛、SF、こういう言葉は覚えておくと、話がしやすいんじゃないかと思います。はい、それでは、Twitter でたくさんの日本人の友達を作ってくれることを、願っています。そして冒険は続きます。